きなりひでチャンネル。どうもこんにちは。いきなりひでチャンネルと申します。今週も一つよろしくお願いします。で、今日はですね、そうなんですよ、55というのはですね、キーの数字です。村上選手、いや、松井さん、いや、野球の方の55というのはですね、大変偉大ですけども、ラジオの方の55の話で、そうなんですよ、今年の秋、まもなく10月でですね、まもなく10月で、ラジオの人気番組オールナイトニッポンがですね、なんとね、55年目に突入するということなんですね。すごいですね。55年前にスタートしたということです。私もそれに感でおります。で、実はね、まずお知らせからしてしまいますと、来年の2月の17、18、19の3日間、来年の2月の17、18、19の3日間、題しまして、オールナイトニッポン55周年記念、オールナイトニッポン55時間スペシャルというのをね、やるんですね。で、歴史を彩ったですね、オールナイトニッポンのパーソナリティがですね、まあ2時間ずつだと思いましたけれども、ずーっとこう登場して、その中の一人に私も出てくるはずであると聞いておりますので、ぜひぜひね、その時はこの時間でもお知らせしますけども、ぜひ、ラジコがなんかを通じまして、お聞きいただきたいと思いますね。で、今日はですね、オールナイトニッポンのね、まあ、初手の話というか、この間、日曜日に18日ですね、初代のパーソナリティの斉藤康弘、アンコウさん、ね、ゲストで来てもらいました。亀アンドアンコウのアンコウさんですね。はい。アンコウさんはですね、髪は白くなりましたけれども、やや小太りで一番長生きするスタイルですね、あれは。ゴルフもやってるというふうに聞いたし。で、ところどころでチラチラっと自慢をする、なかなかうまい喋り方ですね。どっかでばったり吉永小百合さんに会ったら、あら、アンコウさんって言われたとか。吉永小百合ですよ。私も一度だけ小百合さんインタビューしたことありますけども、全然、今あっても気がつかないと思いますね。まあ、だけどね、やきもちはともかくとして、それだけ深夜放送が、はい、ラジオのビッグネームというか、スターをですね、作り出したんですよ。そうなんです。いろんな視点からね、あの人が一番、この人が一番というのはありますけども、今はね、この間のゲストのアンコウさんに敬意を表して、その話をしました。で、私としてはですね、初代のオールナイトニッポンのね、パーソナリティ、全部局アナだと、よく言われたんですけども、アナウンサーじゃない人もいたんですね。アナウンサーじゃない人、ディレクターで喋ったのが高崎一郎さん。高崎一郎さん。そうです。12チャンネルで、午後のね、4時からね、ずっとテレビをやってましたね。あの方は、三越の偉い人で、最後は顧問だったかな。で、全国の三越をですね、全部ね、つなぎ合わせて、そこの所在地にある放送局を全部つないでですね、いわゆるネット通販というか、販売の、そのね、草分けみたいなことをですね、企画して、それを全部自分の足でね、各局を説得して、で、最初はフジテレビでやるなんて話を私聞いたんですけども、最終的にはフジに断られたらしくてね、言ってました。で、東京12チャンネル、今のテレビ東京でやるようになったということなんですよね。で、私もね、テレビ東京で番組をね、そうですね、朝の放送2年半やりました。知って得するほのぼのワイドという、誰も見てないような、そうでもないか。たまに言われたりすることもあるので、誰も見てなかったわけではないですけどね。それをね、このいきなりひでチャンネルでも登場した大平まさみさんという元テレビ東京のアナウンサーの方と二人でやりました。大山信代さんが出たりね、栗原綾子さんが出たり、いろいろだったんですけどね。そんな関係で、高崎さんのいつも使っているそのオフィスっていうか、テレビ局内のですね、スタジオのね、すぐそばにある一部屋が彼の専用ルームであって、
ね、私も朝やるときに高崎さんがね、お前もいちいちね、他の人と一緒にね、着替えしたりするのも大変だから、この部屋使えなんて言うんで、使わせてもらったり、で、時々ご馳走になってですね、もう大変いい思いをさせていただきました。その高崎さんも亡くなりましたけども、オールナイトニッポンのあのビタースイートサンバっていうのをね、ハーブ・アルパートとティファナ・ブラス、あの曲を決めたのはね、高崎一郎さんなんですよ。音楽の方では有名な浅妻一郎さんという人がいて、浅妻さんが高崎さんの、まあ、お弟子さんみたいなもんですね。で、彼がいろいろこうね、レコード室で曲を漁って、で、その中にあったのが、あの、ビタースイートサンバで。はい。このエピソードも詳しく聞くと面白いんですけどね、今度機会があったら浅妻さんにも来てもらおうと思いますが。で、高崎さんがメンバーに入ってました。それからで、糸井五郎さん、大変有名ですけど、糸井さんはですね、実は、まあ、こういうのも変だけども、でも別会社だったんでね、日本放送の深夜放送っていう会社があったんですよ。で、そこの喋り手だったんですね。だから、深夜の喋りにしか出てこなかったんです、糸井さんは。で、昼間は、あの、日本放送が、全番組をね、担当しておりましたんで。で、それがオールナイトニッポンやるについてですね、深夜放送っていうのをなくして、で、そこにいた社員の人が全部、昼間の、日本放送の社員として入ってこられた。で、喋り手としては、糸井さんはね、昼間も喋るということになったんですね。で、オールナイトニッポン始まるときに、糸井さん、高崎さん、あとはもう全部局のアナウンサーで、安光さん、常木達夫さん、それから3期生か4期生なのね、高岡良一郎さん、そのとこかな。それからそうだ、あの、今にてっちゃん、そんなところがメンバーでありまして、始まったんですね。最初はもう CM も売っちゃいかんなんていう、まあ、局の方針もあったようで、コマーシャルなんか流れない。で、1時から5時まで、4時間、ね、ノーギャラの局のアナウンサー、まあ、給料を払ってるわけですけどね。で、喋らして、そうしたらね、全国で火がつきましてね、大変だったんですよ。大騒ぎ。もうほんと、てっちゃんのね、机の上なんかはね、こんなにハガキが来て、で、こっちにもこんなにハガキがあって、もうね、囲われてね、顔が見えない。でもね、これは大げさではなく本当だったんですよ。私が2年目からね、担当しましたけれども、その時だって1万数千通。もう自分のね、机の上にね、こう、ハガキがドーンドーンって来るんですけど、もう前は見えない。うん。やってましたね。いつからこんなになっちゃったんだろう、みたいな。まあそういう話もちょっとおいおいしますけども。で、今日はね、最後にしたいのは糸井五郎さんです。その深夜放送から来た糸井五郎さん。もう深夜の放送では大変な有名な人で、時々雑誌に出たりね、新聞に紹介されたりしてたので、日本放送に入る前から、もちろん私は、あの、糸井五郎という名前はね、知っておりました。で、私が一番ね、年齢が若かったせいがあると思いますけども、とっても可愛がってくださいましてね、同じ秀同士というんでね、最初に紹介してくれたのはね、あの、デモン秀、あの、秀とロザンナの、ね、愛の奇跡でヒットを飛ばした。で、彼も、私のオールナイトニッポンに3回ぐらい出てもらったことがありますけども、何だか知らないけど可愛がってましてね。それで、私は糸井さんにはね、もうあの人は酒がもう強いね。タバコもね、キャメルをね、1日にね、100本なの、120本なのって吸う人で、チェーンスモーカーなのね。両切りタバコ。あんなフィルターなんかついたタバコなんてのは、あれはタバコじゃない。ね。男は両切りタバコ。じゃなきゃいかん。あの、辛いキャメルをね、パーって吸って、やってましたよ。ディスクジョッキー。もうターンテーブル2台ね、並べて、もうこっちのターンテーブルにこの曲、こっちのターンテーブルにはこの曲、ね、喋りながらこう、器用に操ってね、曲を交差させたりですね、チェンジさせたり、いろいろやってました。多分、私一人じゃないかと思うんですけど、オールナイトニッポンのね、糸井さんに近しいメンバーの、まあ、ディレクターとかね、お弟子さんがいましたから、そうしたら別でしょうけども、喋ってた中では私だけだと思います。糸井さんの家にね、呼ばれてご一緒になったことがあるんですよね。いやいやいや、すっごいね、青山だったかな、なんか、偉く垢抜けたね、あのマンションで、もう、お部屋なんかもね、
あ、さすが糸井さんだなと思うような。で、世界中こう巡ってる人ですから、いろんな置物とか絵とか飾ってありましてね。で、忘れられないのは、大きなね、世界地図がね、ダーンと貼ってあって、そこにこう、日照記がね、いろんなところにこう刺してある。何ですかって言ったら、僕が行ったことがある、ね、ところにね、全部刺してあるんだ。もういっぱいでしたよ。ヨーロッパもいっぱい行ってて、海にも刺してある。何ですかこれって言ったら、海賊放送やったことがある。はあ、結構、後々有名になりましたけどね。なるほどなぁと言うんで、そのオールナイトニッポンがですね、55周年ということになりました。55は今年の当たり年ですね。村上選手もそうだし、50本打った松井さんもそうだしということで、555とね、糸井さんも55だし、オールナイトニッポンも55年だし、この辺で今日は失礼いたします。明日はですね、安倍元総理の国葬があります。というとなんかね、番組お休みしそうですけども、はい、そういうことはありません。私が出てきて、いつも通りやりますんで、お許しをいただきたいと思います。今日はこの辺で失礼します。では、また明日。